日中ダムは、福島県北方市厚岡農町、一級河川、阿賀野川、水系押し切り川に建設されたダム。農林省東北農政局が、国営藍津北部農業水利事業の一環として建設したダムで、現在は、福島県をお峠、日中総合管理事務所が管理する福島県への多目的ダムである。高さ101.0メートルのロックフィルダムで、 押しり川流域の洪水調節、藍津盆地北部の灌溉、北方市の上水道の取水、発電を目的とする。ダム湖の名は上流にあるお日の木沢、小日の木沢の総称から日中膝は湖と公募で名付けられた。北方市や山群をはじめとした福島県藍津地方、北部は広大な水田が広がる、国葬地帯であるが、それまでは、 江戸時代から使われてきた多くの遺跡や小規模なため池に水源を依存していた。そのため周辺の各河川の流域では安定した農業用水の確保が難しく水不足が多発していた。1956年には、宇波道、川上流に関柴ダムが建設されるが局所的な対策となり根本的な解決とはならなかった。また、 取水設備の老朽化も問題になってきたことから、大規模な水源の確保と灌溉設備の建設を求める声が高まり、農林省東北農政局によって、国営灌溉排水事業の調査が1967年から、実施計画調査が1970年から始まり1972年度に、建設工事が着手された。一方、押切川とその周辺流域では、 洪水が多発しており、1967年の上越豪雨では流域ほぼすべてにわたり甚大な被害が発生した。これを受け、福島県土木部は押切川総合開発事業計画を立ち上げた。また、北方市、山郡塩川町、厚塩河の村では、上水道を地下水に求めていたために年々水源不足が顕著になっていたことから安定した。 生活用水の水源確保が課題となっていた。このことから1976年には農林水産省と福島県でダム建設事業の実施に関する協定が結ばれた。その後ダム本体工事が進む中、1983年に北方市、塩川町、厚塩加納村の一市一町一村で北方地方水道用水供給企業団が設立。 また1990年には、ダムの放水エネルギーの有効利用のために、福島県企業局によって、水力発電事業が立ち上がり、結果として4社共同の事業となるに至った。1989年に、本体工事が完了、翌年から1年ほどをかけて、試験淡水を行い、1992年4月から、運用が開始された。総事業費は457億円。 思考は体制建設、鹿島建設日中ダム建設工事共同企業体。日中発電所は、日中ダムに付随する水力発電所。1995年7月運用開始。しかし、電力自由化を控え経営の見通しが立たないとして、2005年3月31日に、福島県企業局から東北電力産科の東製工業へ事業譲とされ、 2015年7月1日の会社合併により現在は東北自然エネルギーによって運営されている。有効落差88.9メートル、最大使用水量2.5立方メートル S によって最大出力1700キロワットの電力を発生する。日中ダム周辺空撮日中温泉の足湯。ありがとうございます。